改めまして山崎さんでございます。私今日もそうなんですけども、大変今汗ばんでおりまして、クーラーが効いてても大概汗をかくんですけれども、東京でですね、僕は大概街を歩いてるとびちょびちょになっておりまして、社長とあるスーパーでよく待ち合わせをして、そこで買い物をしてお家へ帰ってご飯食べるっていう、こうコーナーがあったんですけど、でその際にですね、僕が、せっかくでびちょびちょの状態で、スーパーに入るとですね、店員さんたちが野菜下げて雨雨って言うっていうことがあります。僕のびちょびちょさが影にもうそのシフト的にこう表に出てるやつを下げろと、ごぼうほらちょっと濡れるとかびますから、すごい気にしてらっしゃって、店長振ってないですみたいな、って僕の方もう一回見えるみたいなことがよくあったんですけど、とにかくはせっかくなのでですね、皆さん心配される方も多いんですが、それ心配されたのはうちの社長のお母さん、一緒に今住んでるんですけど、まあちゃんって言われてましてね、まあちゃん僕いないと思って話してらっしゃったと思うんですけど、まあちゃん汗がかきすぎだと思うだろみたいな、静岡弁で水の飲みすぎさや、水をガブガブ飲んでも飲みすぎさや、あんま水を飲ませないようにしな、その地域ではですね、しなさいとか、しなよっていうのは、しな、なんとかしなっていうんですね、それが結構強く感じるんですけど、水を飲ませないようにしなって言われてまして、で僕だけお茶なんかもちょっと少なめに積まれたり、味噌汁も少なかったりなんかする状況が続き、すみません、僕ずっと汗かきで、父も汗かきで、もうずっと代々汗かきなので、水飲まないとかえってなんか血栓とかできて危ないと思うんですって説明をし、最近は水分量をですね、確保、人権を守ることができたっていうこともあったりなんか、ちょっと大変汗をかくものでございまして、空調ね、僕が汗をかいてるからといって寒くしなきゃいけないとかもないですので、またはその涼しくない、暑いぞっていう方はおっしゃっていただければ、便宜を図りますので、ね、さっきまでこのプロペラが回ってたんですけど、これが穏やかな感じじゃなく、なんかこうもうすぐ戦争に行くみたいな、戦場みたいになっちゃったので、ちょっと止めましたので、もしそれご希望の方は、戦場が好きという方は、つけますので、おっしゃってください。では次は、戦場に行く気持ちを歌った曲じゃないんです。ちょっとピアノに行ってほしいんです。